どうも、木原です。今日はですね、この後ろのね、クスのバッコンをしようと思います。ちょっと一緒に見ていきましょうかね。よいしょ。はい、クスのバッコンです。で、今回ですね、目通りが、まあ、20銭ないかなっていうぐらいですかね。あまり太くはないんですけども、これロケーション見てもらったらわかると思うんですけど、これね、壁際。ね、僕、一回人力のバッコンで動画上げたことあるんですけれども、壁際だったりとか、あとこういう、どういったんですかね、ポストの、こういうところがあったりとか、で、この裏に、ですね、インターホンがあるんですね。なので、インターホンの線が、多分ここの下なんだと思うんですけど、こっちからね、こう通ってたりとかもする可能性があるので、慎重に作業をしていこうと思います。まあ、人力のバッコンみたいな感じにはなるかな。道具もね、今日ね、ハイリフトジャッキをね、もらったやつを使おうと思ったんですけどね、ちょっとね、あえなく断念しました。ちょっと、鉄のね、パイプとかがないとね、やっぱりちょっとロケーション的に難しかったので、ちょっと今回はね、断念したんですけれども、今回はですね、じゃん！これ、花友フェスタのイベントでね、買いました。どこやったかな、なんかね、技もんすね。これ見てもらったら分かるんですけど、こう、ケンスコのね、刃先がね、かなり頑丈で。で、これはですね、使ってたら、鉄の方が頑丈すぎて、こっちの柄の方が折れるよって言われたんで、今回ね、これのね、バッコの時に掘るやつでね、ちょっと使ってみようかなっていうふうに思いますので、実際のね、使用感とかもね、ちょっとね、説明しながらね、動画の方作っていこうかなっていうふうに思います。じゃあね、早速始めていこうと思います。よろしくお願いします。こっちか。で、まあ、このサイズ感やったら、まあ、これやったら、ゆすりやすいように、まあ、腰の高さぐらいで切る。で、から、この根の周りを、ちょっとこれ、新兵器、見て、このピンピンの刃、これね、普通の人はこれ剥がすねんけど、僕そのまま使っちゃうタイプなんでね、ちょっと刃入れてみよう。あ、すごいな、もうこれ、もうこの時点でやばい。見て、この切れ味、すごいすごい、見てこれこれすごいわ。ほら、わかる？なんかちょっとこっち、もう一個のちっちゃい、そっちの方浮かしてみ、ちょっと待って、一緒か。一緒やん。土が柔らかくなってる。でもなんか、でもちょっと違うから。スッと入ってくるイメージですね、なんか雰囲気。あ、違うよ、ほら。違うよ、ほら。全然、切れ方が違うわ。うん、やっぱ違う、全然違うね。うん。うん、で、しかもこれ、鉄強いから、これぐらいの粗い研ぎやったら俺でもできるから。で、まあ、ちょっといいよ。ちょっとこの辺周り切ってみようかな。この底がね、ここがね、線が通ってるかもしれない。ここはないと思うけど、うんうん、ここ沿いな、この壁際沿いな、こういうとこはちょっと怪しいから、これ、なんか早速、硬いのなんかあるよ。これね、これなんかあれか、違うもんかな。これで今、この辺はもう全部入れたでしょ。ほら、だいぶ、まあ、これで動いたね。うん、はい、うん、なら、上の方の木を切っていこうか。うん、じゃあね、今、やっていってますね。これね、胸の高さで、今切ってもらってますね。で、これなんで胸の高さで切るかっていうと、根っこが緩んできた時に、うん、もらおうか。よいしょ。はい。はい、今さ、もうさ、根切ったやんか。はい、だからこれを、揺すんやんか。ほんなら根がむっちゃ緩んでくるから。今やったら揺れやすいよ。ちょっとパワーが弱いかもしれないけど。わかる？緩んできたやん。ほんなら、緩めてる最中にどこに力がかかってんのかが分かると思うねんか。はい、分かる？なんかどこに根が張ってるか。今で言ったらさ、奥やろ、はい、うん。ほんなら奥の方の根を切らなあかんやん。ほん、はい、ならそこを切る。うん。で、人力バッコの時に結構コメントでいただいた、はい、もっと外側で掘らないとダメだよってこう言われたから、ちょっとまあ要は、外側で掘った方が、それ外すぎ外すぎ、うんうん、外側で掘った方が根っこが細かいのが出てて、その辺を切ったら結構緩むよっていう意味だと思うね。うん、ね、多分ね、かなりね、熟練された方なんかね、うん、そういう知恵もいただいたりとかね、ありがたいことですけどね。うん、そうそう、うん、
うん、緩んできた。ここに近いんだ。うん。でさ、ちょっと言ってみ。で、ゆすり方がな、もっとな、もう満振り。フルで。これで出てきたから、な、はい、おお、トンガない、あ、トンガな、あります。トンガで、あの根あるところまで掘って、でここはちょっと配管のリスクとかもあるから、あの根が出てきたら、ロッパーで切るとか、はい、安全を確認してからレシプロスを入れるとか、そんなのしてる。うん。だいぶ緩んだ。おお、いい、いい感じ。よし。おお、つぶつぶ。ないと思うねんけどな、あの、うん、使ってる感じは、うん、多分こっちの地面の下やと思うねんけど、このタイルの下やと思うねんけどな。でも修繕するときとかタイルの下やったらできひんから、もしかするとそこ、うん、そこで切ったらいいやん、はい、うん、それはもう見えてるでしょ。これも言ってたの、石じゃなくてそのね、それはね、あのケンスコでね、グッてやったら起きる、はい、起きるから大丈夫、うん、多分もう枯れちょるから、よいしょ、うん、で切るときさ、はい、あの刃が土の中になるべく入り込まんように切った方が安全だよね、はい、うん、一応皿やから石だけあんま構わんようにちょっとお気遣いいただけたら。こっちにももう一本あって、うんうんうん、ちょっとね、途中経過ね、あの取れてない部分もあるんですけれども、作業が完了しました。ね、ここのところにもね、かなりね、太いね、枯れた株とかもあったんですけど、それも取りました。で、まあ、ある程度一定のところまで掘って、配管がないのと、あとは根がもうそれから下の方には張っていないのを確認したので、レシプロソーを使ったりとかしてね、安全に作業の方しました。やっぱりね、こうまあ壁際とか、あとはインターホンの線が近そうなところとかは、ちょっとね、様子見ながらやっていかないと、危険な作業になる可能性があるので、まあそのあたりはね、注意してやってみました。で、これね、ハンドンフェスタで買ったね、これどこのメーカーやったかな、盆栽って書いてるけど、これメーカーの名前、すいません、ちょっとね、
僕はね、ちゃんとね、覚えてなか、ないんですけどね、もしかするとね、この辺にね、テロップで載せようかなっていうふうに思います。すごくね、こう、やっぱり、同時に刺してみたら全然違いました。うん。かなりね、どういったんですかね、まあ、切って、土を切るみたいな感じで、ショベルが刺さっていくので、まあ、逆に線とかがあるところだったら危険じゃないかなと思うぐらい、どういったんですかね、威力強いんで、まあ、慎重に使うのと、あとはまあね、もっとね、手に馴染ませていったらね、どういう風な感じにね、使えるのかっていうのをね、またレビューしていけたらなっていう風に思います。バッコーの動画でした。あと、これのね、紹介じゃないですけどね、使用感の、紹介でした。ありがとうございます。この動画が参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日も一日ご安全に。